やあやあ、みなし。ところでよ、みんなは SNS やってる？いつも動画の感想とかリクエストとかいろんなメッセージが届くんだけど、穏やかじゃないメッセージが届きました。これを見てくれ。あの、動画見たんだけどマジで下手すぎてきしょいわらわらわ。なんなら、下手なのに盲目信者のファンに囲われてるのもやばいと思うよ。真実心で言うけど、このままだとずっと底辺実況者のままで誰ともコラボできないから、そうじゃないって言うなら、怠慢して俺に勝手に。無理だから、もし、怠慢に入れたらリアルに殺しに行くわ。言っとくけどネットは甘くないよ。負けたら、住所特定な。脅しとかじゃないから、特定屋って知ってる。ネットもに特定屋いるし余裕なんよ。おい。底辺って言ってごめんね。顔もさらし上げる。逃げててくさ。自分のチラス XP2790 だけど、切る花は余裕だよね。おい。無視すんな。逃げてもいいことないぞ。爆笑。逃げたら分かってるよな。言っとくけど、マジでやろうと思えば、特定できるからな。おい、キルハ、変身しろ。早くしろ。おーい、底辺 YouTuber くん。有名人とコラボできない実力がないの分かる？無視すんな。ろくに返信できないなら社会不適合者。今日中に返事しなかったら特定屋に連絡するわ。穏やかじゃないね。めちゃくちゃボロクソに言われたんだけど、どうやら負けたら僕の顔がネットにさらされるし、怠慢から逃げたら殺される。やばい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 、まあ、大抵こういうのって無視してるんだけど、声がついてて、その声を聞く限り思ったより年齢高めなんだよな。いや、ガチかもしれない今回は。対戦相手の月さん、だいぶ自信あるっぽくて、武器はノーチラスだって。ノーチラスは前に動画でも実況したし、意外といけるかもしれん。こういうのって大抵ローラーしてくるからさ、ありがたいわ。まあ、マッチングしていく。この怠慢の独特な雰囲気、緊張するよな。1対1だもん。今回ノーチャスイカスクガン詰めしてきたんだけど、これで合ってるかな。まあでもなんか雰囲気ソイチューバーみたいな感じの立ち回りでいけばいいんじゃないかなと思うんだけど、うわ、最初の1キルで相手の実力が大体わかるから、そこで立ち回りを見極めていきたいね。有利なポジションを取っておきたい。一番多くキル取った方が勝ちね。で、サブとスペシャルは使用禁止。己の実力だけで戦う。チャージキープでちょっとうねり散らかしたい。うわ、マジか、見えなかった、全然。全く見えなかった。右から撃たれた。うわ、くっそ。マジか、ちゃんと強えわ。やばい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 、まあ、冷静に冷静に、これ冷静に。さっきはちょっと敵の動きをちゃんと見れてなかった。あー、くっそ、やりきれなかった。危ない危ない。攻めてくるか。チャージキープで。こっかー、やばいやばい。外した外した。どうしようどうしよう。う、接近してた。お、弾をかわして。お前、何その動き。うまいやー。ごめんみんな、今回終わったかもしれない。普通に負けそう、普通に負けそうだけど、僕は諦めない。ちょっと相手の動きは分かったな。ちょっと僕もチャージキープ乱用するわ。キッキキチャージキープが、かっく、待て待て待て、でも僕エイム終わってない。エイム終わってるよな。クソエイム、あー、これ壁に張り付く。おお、やったやったやった。決まった決まった決まった。空中ショット決まった。とりあえず1キル。よーし、ここからよ。ノーチラス思ってる一足乗らないよな。チャージ中は絶対物陰に隠れないと。あ、塗り状況重要だ。ちょっととりあえず塗るか。ここへチャージキープしないといけないし。あ、でも降りてきたところ狙い撃ちするわ。あ、来た来た来た。はい、やったやったやった。狙い通り決まった。よし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 、塗り重要だな、だいぶ。ちょっと待って、僕気づいた、僕矢倉周り得意かもしれない。矢倉に張り付くわ、一旦矢倉に張り付いて敵が近づいてきたところ完全に予測打ちするわ。来る、左右左、ガクソ、ミスった。やばい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 。音を聞け音を聞け。危ね、生きた心地がしねえ。ソイチューバーと基本的に同じなんだよな。とりあえず矢倉に張り付いて読み、これ詰めるか。バンパーの裏にいる。あ、当たれ。当たった完全には運じゃない。うわ、で、ノーチラ強くね。スピナーとは思えない機動力。来るか、詰めてくるか。詰めてきたね。あー、足んない。空中ブレ思ったよりひどいな。ここだ、当たれ、当たれ、当たれ、当たった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 当たれって言ったらこの武器当たらない、意外と。よーし、これ結構リードしたんじゃない。キルス、もう10秒で行く、間に合うかな。キルしに行きたい。あと1キル。あら、あれ自害したんだけど、相手の心は絶望のずんどこ。よかった、これで負けてたら僕、特定屋に特定されてたってことでしょ。てか、特定屋さん？あれって合法なん？ 7 対3で勝ちました。いや、最初はめちゃめちゃキルされちゃったけど、危なかったね。どうやらまだ認められてないらしいです。次の武器はカーボンローラー使えって。うわ、カーボンってか、なんでみんなローラーってなん？ローラー難しいのみんなよう使えるわ。待って、マッチングしてしまう。任せろ。なんだかんだ配信とかでロロロロ結構使ってるし、サモランでもロロロ結構使ったし、僕の成長かましたらみんな言える？カーボンロロロ。うわ、
射程短、何このローラー短すぎんだろ、こんなんで戦えてんのか。待って、僕間違えてるルール、いや、あー、いや、こんなんで戦う火力がわからん、ちょちょちょ、痛いね。でも逆に僕裏取りするわ、ここ今当たったね、なんで当たったのに倒せないってどういうことだよ。やったなんか倒せたブチって。いや僕今一つのですね推測があるわ、ワンチャン相手もローラーそんな使えないんじゃないかっていう、僕と同じレベルなのかもしれない。ここ局者、待って、ローラーの局者分かる、はぁー、何それ、フリースピード速くない、相手の方が。改造ローラーだ。冷静に行け、冷静に。あんまとっつりすぎると、相手の射程内に入るから。この、縦振りで牽制する。やべ、相手が、近寄ってくる。踊り寄ってくるけど。どこ行った?危ない。だからこっちの方が立ち位置、有利じゃない。有利だよね。およよ。あくっそ、なんで相打ち。やばい。追い詰められた。当てた。一発当てた。縦振り弱いのか、カーボンって。ちょ、にわかすぎる、やめてください。これ当てて、ちょ、なんで負けた。うわ、くっそ、待って、負ける、これ。バクれ、先に仕掛けた方が勝ちみたいなとこあるな。来たな、おい、やべ、あー、くっそ、エイムがおじいちゃんだ。あったキャラコンもおじいちゃんだった。降りてくる、当たんなかった、待って、やべ、ちょっと待って、一旦落ち着こう、深呼吸だ。そうだ、こういう時は素数を数えよう。2468、あれ9って素数だっけ。 3.141592653589793238。 僕は弱くない、僕は強い、自信を持って、勇気を我に。おい、どうよ、みんな見た今の、この美しい曲者。さて、ウォーミングアップはこの辺にしとくか。冷静にね、立ち回るのはもうやめた。感覚でもう直感で当てに行く。突っ込め、捕まってろよ。おー、いや、どうだ、だいぶいい勝負な気がするけど、キル数途中から数えてねえわ。え、あー、え、あ、え、あ、あ、え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 、まさかの互角、6対6で愛護だ。ではでは、最終戦です。これで勝てば認められるらしい。負ければ特定やゆき。もう人生かかってるね。で、なんか急に優しくなって、次はキルハが好きな武器使っていいよって、リスコ指定しました。これ勝ったね、みんな。もう、勝ちに行くわ。せっこいとかずる賢いとか小賢しいとか、そんな声が聞こえてくるけど関係ない。今まで逆に僕が相手の好きな武器を使ってたから、これはもう道理に合ってると言っても過言じゃないと思うんだけど、せっこいかな、さすがに。月さん、あなたの敗北は僕に武器を選ばせたこと、ただそれだけだ。あー、いった、見つけた、狙撃。いやー、いい音だ、リッターの音、脳に響くね、脳汁がやばいわ。あれ、どこ行った。あー、裏か、クソ、なんか矢ぐらい乗ってるわ、当てる、やべ、接近戦だ、やばい、食らった。登ってくるか、イカロールで登ってくる。あっ、チュパパパパパ、接近戦めちゃめちゃ強いじゃん。あ、近づいてくるか、来たな、やばいな、これ一体引こう。接近戦に持ち込まれる前に引くわ。からの遠距離狙撃していきたい。あー、ゆうちょ銀行、よかった、ゆうちょ銀行で。ここ最近ずっとリスコ使ってなかったな、いつもスコープなしだもんな。なんか 4K スコープもうちょっとメリットがあったらいいのにね。例えば射程がもうちょい長かったりとか、あとはチャージがちょっと早かったりとかね。今んとこなめろう金属ぐらいしかリスコ使わんねえ。リッカスとかそのうち追加されるんやろうか。クイボとかつかないかな、さすがにつかないか。やっぱビーコンと低用イカかな。いや、でも低用イカついたらマジ最強じゃない、リッター。あ、そうソイチューバーと鉛筆にクイボつけてほしい。ところでよ、みんなはリッター 4K の名前の由来って知ってる？なんでリッター 4K っていう名前なのか考えたことある？このリッターってそもそもガソリンのトリガーの部分だったり、ノズルの部分がモチーフなのね。で、インクタンクのところはガソリンを運んだりするタンクローリー、あれが元手なのよ。ということは、そう、リッター 4K って、まあ、1リットルのリッターで何キロ進むかっていう走行距離を表す単位で、インクタンク4発分撃てるっていう意味なのね。そう、だからリッター 3K とかフルチャージ3発しか撃てなかったのね。リッター 1K とか出ねえかな、この先。1発しかフルチャージ撃てないけど、その代わりバチクソ射程長いみたいな。いや、1発しか撃てないとはいえ、射程バチ長かったらどの道強えか、めちゃめちゃ叩かれそう。リッターってなんか弱体化されづらいよね、なんか知らんけど。射程短くしたとしてもリッター強えと思うし、ペナルティアップがなくなったとしてもリッター強えと思うし、やっぱあれか、1角
なのが強いな、リッター。シューターさ、弾たくさん当てないといけないじゃん。そうそう、リッターって検索したらね、大抵弱体化しろみたいな、早く消せみたいなね、サジェストが出てくるから、さすがにリッター使いも辛いわ。適度な弱体化してほしいね。なんかあるかな、適度な弱体感。リッターの射程短くしてもね、あんま変わんない。なんならスプラ1のリッター今より長かったからね。そう考えたらだいぶ射程短くなってるけど変わんないしね。思いついた、レティクルをなくす。これどう？真ん中のエイムのリングのマークが出なくなる。あ、まあでもあんま関係ないか、レティクル見てないもんな。残り10秒、これかけるか。ちょっと挑戦してみるわ。相手顔を出してくれるように誘い込む。でそこ僕ドラッグ立てるわ。来い勝負だ。あはは、惜しかったな。9対3で僕の勝ち。いや、いい勝負だったね。ということで、インターネット面白いところだけど怖い人もいっぱいいるから気をつけて歩いていきたいよね。それじゃ、サラダバー。